こんにちは、笠原の今日のインテリエンスを始めさせていただきます、まあ今日はね、まあ、台湾軍の演習がありましたんで台湾軍っいうのは台,台湾周辺ではね中国の軍事演習がありましたんでそれについてその狙いは何なのかっていう点についてちょっとお話しようかなと思います。まあもう正直結論から言うとねもう米中戦争がないだろうという人は多分今日の演習を見たらいなくなったんじゃないかと。 今日の、ね、中国の軍事演習8月,日です、ね、8月4日のこの軍事演習というのは、まあ、今後の、まあ、台湾を目指した軍事,軍事作戦の、まあ、緑図になっていると、まあ、そういうい方がでできるでしょ、まあ、個人的には、ね、あの山の中の、ね、山村から、ね、いきなりミサイルが発射されるという光景が、ね、発射装置が、まあ、相当巧妙に偽装されているというのが、ね、あんな山奥のとこから発射できるのみたいなそんな感じですよね、まあ、ちょっとこの写真見たら分かるんですかね。 えーって感じがしました、ねまああのデイリー・メールにねやっぱいい記事がありましたんでちょっと読み上げてみようとこう思います、えー。軍事専門家のサミュエル・クラーク・エバンスは、えー、中国は台湾を飢えさせ復讐させるか、えー、世界支配を目指す北京の一環としてこれまで見たこともないような激しい水陸両用攻撃を行う可能性があると記している。中国と台湾の間の緊張は米国のナンシー・ペロシ下院議長が台湾を歴史的に訪問した後 ここ数日でエスカレートしていると。中国の習近平国家主席は、今日から、えー、台湾周辺で過去最大の実際演習を行うと発表し、ペロシの台湾訪問を口実にしたのだまあこれね、あのサミエル・グラニー・エバンスというのは後で説明します。あの自ンズ社で、ね、昔働いてて、今はルーシーというねアメリ、イギリスのシンクタンクで、えー、研究されている方です。えー、今日、中国は台湾に向けて9発のミサイルを発射した。 そのうち5発は日本の EEZ ですよ。ねえ、えー、EEZ に着弾したと。北京は実弾延伸中の誤算が戦争を引き起こすという警告を無視したのであると。北京はまた国営メディアが侵略のリハーサルだと言っているように戦闘機をスクランブルさせ三新鋭の軍艦を台湾の周辺に送り込んだえ、えー、と訓練は日曜日まで続く予定で長距離爆撃機や、えー、極超音速ミサイルも含まれる予定であると。 中国の2隻の隻空母も近くで待機しているとこれねだからあの5発もね日本の e z にね着弾するなんてねどういうことだと <laughs> こういうことですよね。で日本側の対応がねむっちゃくちゃお粗つなんですよ。ちょうどね今日はあの8月4日カンボジアのね ASEAN アアの外相会合で中国の王位外相と林外相が、ね、日本の林外相が対談にの手が入ってたんですよね。でこれね、中国の方が 先に開談を断ると、まあどうせ攻撃されるか嫌だろうと思って中国の方が逃げたんですよね。でもこれは違いますよね。林外相が本当に間が抜けてるんですよね。間抜けやなという感じがすごくするんですけど、日本の方から最初に断るべきでしょう。こういうことがあったら、でやっぱりね日本のハイラティ経済圏でしょ。だったらねもうそこにミサイルが落ちてるんだから、岸田首相はこうね攻撃声明を中国に対して。 発表しても良いレベルですよね。もう戦争するのがてめえと言っても良い,いレベルですよね。どこ中じゃてめえみたいな。そんな感じですよね。<laughs> そう、そんな感じだと思います。だからやっぱりね。日本の対応っていうのはすごく遅れているし、発想もね。もう全然こう。こう戦争に突入するかもという状態についていけない状態だっていうことが明らかになってしまった。すごく日本はお粗末ですね。まあ、もうちょっと続きますね。 自治権を持つ台湾の2,300万人は中国による侵略の脅威のもとに暮らしている中国は台湾を自国の領土と見なしており必要なら武力でいつか奪取すると宣言しているんだ北京は台湾を世界の舞台で孤立させようとし各国が台湾と公式な交流を持つことに反対していると緊張が高まるならロンドンの、えー、と英国王立安全保障研究所ルーシーですねこれのリサーチアナリストであるクラ,クラニー・エヴァンス氏は 中国が台湾に自国の意思を受け入れさせる方法について詳しく述べている、まあ、2つあるっていうんですね一つが、えー、防衛アナリストが中国の台湾に対する軍事オプションについて考えるとき2つのシナリオに行き着く傾向があると一つは海上封鎖で2018年の統計によれば食料の35%しか国内で生産されておらず残りは輸入品であるため生存のために港に依存している、えー、島国にとっては大きな挑戦であると。 でその次は人民解放軍海軍と、えー、人民武力海上民兵による海上封鎖は米海軍にとって大きな挑戦となると考えられている。また中国が台湾の防空識別圏に煩雑に飛来していることからもわかるように台湾は中国空軍の手の届く範囲にあると。ほとんどの米軍機が台湾に到達するためには空中で燃料を補給するために、えー、大型給油機に頼るか。えー えー、空母だけが台湾に接近するしかないだろうでもあのしました、ねえー、中国の海軍は台湾を包囲することが可能であり現在ペロ招待をきっかけに実施されている軍事訓練でそれを実証している。で、ねえー、北京の軍艦は大量の、えー、対艦人工ミサイルを運用しておりアメリカや台湾の海軍にとって脅威となる。例えば022型ミサイル艇は小型で機動船に作れた総動船で。 射程約射程距離110マイルの、えー、YJ83 対艦ミサイルを最大8機搭載すると一方、えー、052D 型駆逐艦は、えー、射程距離310マイルの YJ18 対艦ミサイルを数十発搭載することができるとまた戦闘機には、えーえー、艦艇を攻撃するためのさまざまな兵器が搭載,搭載され陸上ロケット部隊には陸上,陸上ロケット部隊には 射程距離2,500マイルの強力な DF26B が装備されているしかし武器だけに注目すると誤山に招くことがあると重要なのは武器に狙いを定めそれを使って相手と交戦する方法であると中国の水上艦艇のほとんどは印象的な武装は備えているもののオーバー・ザ・ホライズンでの交戦を可能にするこれオーバー・ザ・ホライズンっていうのはああの、ね、地球は丸いじゃないですかだから遠くの方が見えないんですよね。 ですからオーバー・ザ・ホライズンというのはこう水平線の向こう側とこういうことです。で、光線を可能にするセンサースイートを備えていない、まあ、センサーというのはそれはだからあのレーダーとかね、そういったものを備えていない通常、あん米軍の場合はどうしてるかというと、まあ、早期警戒機というのをね、飛行機と飛ばして高いとこから観測するんですよね。それで大体、あのー、だいたいどこにどういう艦船がいるっていうことを全部チェックした上で、米軍は攻撃をすると。 ただ中国軍の方はそれがまだ体制としてうまく整っていないんでしょうねこの欠陥を回避するために北京は型駆使艦を開発した。この駆使艦は近隣の艦船の指揮、えーえー、統制センターとして機能するように設計されている簡単に言えば偵察機や無人偵察機から標的データを受け取りその情報を他の艦船に伝えるんだ055型に近い艦船はこのデータをもとにミサイルの命中目標をプログラムしてから発射すると。 その後、ミサイルは海面すれすれに飛行しアメリカや台湾のレーダーに探知されにくい状態で目標に向かって飛行すると最終的にはミサイルの基地に取り付けられたレーダーが作動し標的の位置を特定し飛行経路を調整すると、まあ、こうやって米海軍を打倒すするぞと、こういういわけですね、えー。中国海軍は目標地点に同時に到着するように設計された数十発のミサイルを一斉に発射する可能性が高い。 これを艦隊が100%の成功率で防御することは不可能である要するに海上封鎖は中国が台湾に依存している重要な食料と鉱物を台湾から奪うことを可能にすると同時に、えー、米国台湾そして封鎖を破ろうとする相手国に防衛上の悪夢を見せることになるその目的は台湾に中国の意向を受け入れるよう強要することであるとここが第一のシナリオですね第二のシナリオは 中国の大軍が D ・ D 上陸作戦のような形で台湾への水陸両用侵攻を開始するものであるとこのシ,ナリオのシナリオは海上封鎖の延長として起こりう,もので起こりうるもので北京が隠かすこともできない大規模な準備期間を含むことになると侵攻には控えめに詰積もっても50万から100万人の人員と彼らを台湾に運ぶための輸送船が必要である こここれれににには法律で中国にサービスを提供すするるるる。とととがが義務付けられている海軍と民間の船舶が混在することになるとある時点で台湾海峡の上空は封鎖され中国の海軍え陸軍空軍海軍は、えーえー、空とミサイルによる大規模な攻撃を開始するだろうと同時に中国は中国と台湾の空軍最初の砲撃で生き残った台湾の航空機はお互いを打ち負かすために空に飛び立つだろうと。 双方の防空空砲台がが作動しミサイルや航空機が戦,すると戦闘が激しくなるとパイロットが誤って仲間を殺してしまう同種討ちが起こる可能性があると台湾の防衛力が十分に強化されたことを確認した後中国共産党の指導部は本格的な侵攻を開始することになると第一陣はヘリコプター搭載の特殊部隊やパラシュート降下による戦闘を想定した装甲車を保有する中国空軍の空挺部隊が含まれる可能性が高い。 これらの部隊は台湾の通常軍の後方に展開し兵葬と予備役を混乱させ司令官と交換を排除し重要拠点を掌握することを目的としている。台湾は通常兵力を最も可能性の高い進撃ラインに急行させ中国軍の殺到を食い止めるのと同時に予備兵力の動員武装化を図り山間部や都市部に物資を押し込んで長期にわたる激しい戦争に備えることになろう。 第一陣は中国軍の東部戦区司令部や、えー、海兵隊の兵士が30ミリ砲を搭載した z b d 0型、えー、装甲兵員輸送車に恐る恐る乗り込んでやってくるんだろう。車内は狭く暗く赤い電球で照らされているだけである。えー、装甲兵員輸送車は水陸両用攻撃戦おそらく2025年までに収益予定の075型に詰め込まれ台湾に向けて送り出されることになる。台湾は射程キロメートルの 国産対艦巡航ミサイル、えー、UFU3 型や、えー、射程125キロの米国製ハープーンで対応戦し、えー、水陸両用攻撃機を搭載した多くの中国艦隊を撃沈する可能性が高いがその代わりに消耗を強いられることになろうとある時点で生き残った中国船の強襲艦が装甲、えー、兵員輸送車を降ろし、えー、目標の浜辺に乗り込んでくると ZBD-05 シリーズは水陸両用であり 性と重武装を備えているため中国軍が頼りにしている大砲やミサイルの意識なしで海岸を攻撃することができるつまり、えー、砂浜から何キロも離れた場所で発射して単独で前進することができる。075型強襲艦強襲揚陸艦よりも小さい目標となるだろうと。で最後の数キロメートルでは装甲兵員輸送車の一部が海上でドローンを発射し 艦砲射撃と z t d 0 5の武装化した 105mm 砲に標的データを提供するとしかし海外に到着すると準備された防衛線にいる台湾の軍隊の激しい抵抗に直面することになると台湾の m 1 2 4 1 4 2ハイマースの砲台から砲撃とロケット弾の一斉攻撃に直面することになると。 中国の地上部隊は港湾や都市の安全を確保し、高速の部隊がロールオン、ロールオフ式の自動車運搬船、ロールオフ船ですね、えー、ドーバーからカレーに向かう、えー、海峡横断フェリーとあまり変わらないので、から、えー、重装甲兵器を降ろすことができるようにすることが任務であると。もし台湾が第一,第一波を阻止できなければ、台湾軍は徐々に山間部や都市部に後退し、中国軍を暴力的,暴力的で血生臭い長期の占領、 紛争に引きむ引込むことだろう全ては米国の介入によって戦争が終結するか勢力均衡が自国に有利に傾くことを期待してのことであるとこのような結果どのような結果になるにせよ中国,軍の台湾侵攻の中国軍の台湾侵攻は想像を絶するほど激しくこれまでに行われた水陸両用車による攻撃よりも規模が大きくなるだろうまあそういうわけなんですよ。 なんかすごくないですかなんかあのもう大い僕はこういう感じでやるんだっていうことがもう形になって現れたわけだよね。だからあの結論としてまず言えることは米軍が戦闘に加わらなかったら台湾にはかなり分が悪い戦いだということはわかるんじゃないでしょうか。だから中国の狙いはねやっぱり最初のね事な次戦があったみたいにやはりまず最初は、えー、海上封鎖だろうとでそれで降伏しなければねこう,いうもう力尽くでの上陸作戦と。 こういうことになんでしょうね。あの、例えば、ノルマンディー常緑作戦とよくね、比較されますけど。こっちは今からこのね、台湾攻略から考えたら、もう子供レベルですよ。大体ね、うん、オーバーロード作戦は、えー、作戦日当日で十五万人。そして、えー、作戦全体で二百万人の連合国の兵員がドーバー海峡を渡った。とされています。だからこれはもっと多いですよね、多分。ですから、こんなのやるのかって。 だから、ね、もしねこんな作戦が中国が成功させるとすればこれ史上最大の上陸作戦になりますでもねやっぱりねあの上陸実戦経験がない国はこんな世界で誰もやったことがないような軍事作戦をできるのという朴な疑問はやっぱり浮か,び浮かびますよねやっぱりあのクリミア戦争の教訓ですよね。これやっぱりね優れたミサイル兵器がある方がやっぱり優位に立てるんですよ。 これはあのハイマースがやってもう、えー、ウクライナの方がもう政権すごく盛り返してるじゃないですか攻撃はねやっぱりね優れた兵器がある方が優位に立てるでミサイルの弾数ですよねミサイルの弾数がやっぱ問題になるだろうとですよねでだからねやっぱこれだけねもし台湾に放っておいて台湾にさお前頑張れよっていう感じでね1人で戦ってた場合 かなり悲惨なことになりそう。これがね、米民主党政権でこれをやられたらどうなるでしょうか。台湾は本当にね、乗っ取られてしまうんじゃないでしょうか。というのがやっぱりこの記事の内容だなと思うんですよね。やっぱり全然ね、じゃあ台湾と手を組んで日本が戦うにしても、そういう枠組みって今のところ全然ないわけですよね。だから米軍と協力して。 えー、対応するってことはできますけど、アメリカが米軍がねちゃんとしっかりここまでやりますよってことをはっきり命じないと日本の日本の自衛隊も出られませんよね。で、当の台湾と日本との関係っていうのはすごく薄いんですよ。あの外交代表所みたいなところありますけど、あ大使館じゃありませんしね、外交関係も基本的にはないわけですよ。どうするのって感じがするんですよね。だから現役の武官の方が 今は台湾の、ね、事務所におられるかなと思うんですけどでもそれでもね連絡業務ってどうするのともっと調整しとかなきゃこんなん対応できないよねってこういうことですよねだから本当にあのこのままだったら中国とアメリカが戦争に入ってしまうっていうことはまあこの経緯から見ても明らかなわけですよ。でも日本の対応ってさっきのねあの林外相はもうクソやマヌケやって話をしましたけどこんな状態でね あの、本当に戦争に突入した場合、日本はもう日本もついでにやられてしまうと、そういう可能性があるんじゃないでしょうか。私、やっぱり素直にね。ちょっと今の自民党の政権というのはそういうこういう非常事態いるんですか？非常時には向いてないとこうはっきり言わざるを得ないなとこう思ってるんですよ。誰かね。なんとかうまくしてくれませんかね。<laughs> 僕はそういう立場にないんでわからんできないんですけども。でもやっぱり今の自民党の体制ではとてもじゃないけど、この事態には？ こうなんですか対応できないんじゃないかと思います。まあ、今日はこのぐらいで本当ね深刻な話だと思いますよ。あの全然ねあのまあどうせアメリカに中国が攻めてくるはずがないよっていう言い方はもうできないと思うんですよね。だからよく皆さんも考えていただければなとこう思います。じゃあよかったらよ「よいポチを。そしたらチャンネル登録も是非お願いします。よかったらあのサンクスお願いしますね。じゃあ今日はこれでおしまいさせていただきます。